ハッシーですまた本日現在のね最新情報を少し皆さんにお伝えしていきますもうワクワクが止まらないニュースばっかりになってまいりましたほっほーイエーイ <laughs> いきます、えー、さらなる逮捕ね。国際的な児童児童人身 ほにゃらら、ね。えー、臓器、ね。および、あれれのなんちゃら、ね。うん、えー、採取の組織。バンされねえかな。<laughs> もしバンされたら、概要欄に、えー、橋本チャンネル1、それから2、4の URL 貼っときますんで。<laughs> うん。えー、フィリピン。 ロシア軍によって、1200人のインドネシアの子どもたちが、ね、人身ホにゃララから解放されたぞ。イエーイ証拠はないけど。<laughs> 次う、ウクウク、ね、ウクウクだよ。うん、ロシア軍がえ檻の中で発見された1万人以上の 子供を救出イエーイー !74 の地下トンネルを破壊、ね、児童人身ホにゃララ関係者678人、ね、死亡、うんえー、人身ホにゃララ関係者 3876人、しょっぴき。<laughs> すげえな、ほんとかね、うん。これ以上の資料ないからさ、うん、フェイクかもしれないけどね。カンザス,カンザス,カンザス州、ミズリー州。旧、ね、軍は人身ほにゃらら業者、ね、から。 760人の子供を救出7つの地下トンネルを爆破破壊人身ほにゃらら関係者78人をちょんちょんちょめちょめ <laughs> 多くの秘密文書を発見だとさ <laughs> カリフォルニア州4月27日 えー、ハイドスビルで多くの地震が発生、自動人身ホニゃララに使われていた2つの地下、ね、地下、まあ、トンネルにしとこうかな、うんえー、ホワイトチームにより爆破されたと。140人の子どもたちを救出。 三十七人の人身ホニャララ関係者をちょめちょめ <laughs>。怖い怖い。怖いよー。うん。晩されねえかな、うん。次、いくよ。大量オナわ。大量オナわ。ね。うん 5月8日月曜、イギリス、リチャード王子、ね、リチャード王子、ね、えホワイトチームにより、ショッピキ、うんえー、国家反逆罪、児童、ホニャララ、ホニャララ、ホニャララ、これ言えねえんだよ、<laughs> うんえー、フランス、 エドガー・マクロンがおナワおー、罪状同じく国家反逆罪と児童ほにゃらら売買ね。それから、えー、カリフォルニア州エドワード・マードックね。ホワイトチームにより職匹罪状同じと。 ね、それからバーモンド州ジム・サンダース、ね、これもお名は罪状、うん、も同じ、ねえー、ロンドンロスチャイルドファミリーの重要メンバーであるジョナサン・ロスチャイルド、ね、これがお名は。 えー、最大警備のネバダ州の刑務所に移送、えー、だってさ本当とかねまあでもこういうのずっと読み上げていくとなーバあバーンされちゃうからいっぱい書いたんだけどさもうこれ以上読むのやめるね <laughs> 怖いどこでバーンされっか分かんないがね次 イエレン、ね、財務長官、ね、すごいよイエレン財務,財務省はもはやデフォルトを回避するためな、回 <laughs> こら、ハシー口が回っとらんぞ。<laughs> えー、イエレン、えー、財務省はもはやデフォルトを回避するための特別な措置を取ることはもうできない。 ハ債 <laughs> 務上限を引き上げられなかった場合金融市場や金利に影響を与える憲法危機を引き起こす可能性があるとジャネット・イエレン財務長官が警告したと <laughs> イエレンは国会議員が6月初旬までに 31.4兆ドルの債務上限を引き上げなければ政府は法案を支払うことができなくなる <laughs> と述べた我々はここ数ヶ月間特別な措置を取ってきたそしてその能力は終わりを迎えつつある <laughs> そして私たちは現金を枯渇させ始め 現在の予測では6月初旬は議会が債務上限を引き上げない限り私たちが請求書を支払うことができなくなると述べた <laughs> アメリカがどっか。<laughs> それで私たちはなぜか知んないけど「やったー!」だよやったー <laughs> ついに来ただよ、うん、さあ面白い <laughs>、えー、イエレンねまた面白いこと言ってるよ、えー、債務上限に関する交渉は、えー、アメリカ国民の頭に銃を突きつけて行われるべきではないとどういう意味だよね <laughs> 分からんよね えー、ジョー・バイ・バイデンは、えー、5月9日、民主・共和両党の代表と現状を話し合うと報じられている。だって <laughs>、面白いな。まあ、ここまで嘘がかけんだから大したもんだ。うん、次、えー、5月4日、マイク・ペンスは。 「THESTONE」うん、The はきようから1週間後つまり5月11日から始まると世界に語った「うん5月10日の夜トランプ大統領は私たちの国と世界に向けて演説します」うん っって待って、5月11日でしょねえこれアメリカ時間だから日本時間5月12日今日は10日あと2日あはははるのかなどうなのかなどっちかな今までずっと全部100%外れてきたからね <laughs>、うん えー、チューニングして、ね、トランプ大統領の演説を聞くのが賢明かもしれない。だってさ。<laughs> まあ、ということで、えー、まず医者の最新情報1、ねえー、つ目、終了します。ほ